ペガサスハイドです。今回はこちらの絵を添削していこうと思います。まずこの絵のいいところから伝えていくね。男の子っぽいよね。男子が好きな感じが描けてるというか、ターゲットがはっきりしてるっていうのがすごいいいと思います。こういうバトルファンタジーの世界って言ったらいいのかな。鎧を着ててマントをかぶってて体験を持っていて、こういうのって多くの男の子は憧れるというか、まあ一度は必ず通る道というか、その辺のあたりのが描けてるっていうのがいいなと思うのと、バランスがいいよね。顔、体、手足、全体のシルエットがいいと思います。手のこう掴むような形とか、足の方向だよね。右足の向いてる方向がちょっと横で、左足がちょっと前っていう、こういうのって難しいんだけども、よく描けてるなと思います。そしたらこの絵をレベルアップさせていきたいと思うんだけども、この絵は元の絵の見本として置いておきたいので、いつものようにトレースをしていきたいと思います。はい、ざっくりとこんな感じかな。こいつは省略しました。このキャラクターじゃなくて別のキャラクターなんで。でこれね、どこをどうしたらプロっぽくなるかっていう話なんだけど、ペンの線なんですよ。ペンタッチ、これがガタガタで雑に見えるんですよ。このペンの線が綺麗になるだけで、それだけでも見違える。だから俺はもうこの絵をあんまり変えるつもりはないんだけども、まあ、そうだな、気になってるところが一個あるとすれば、まあこのマントの感じがマントっぽくないっていうところ、あとこのもっとてる剣かな。俺的にもっとドーンってでかくてもいいと思うんだよね。もうこの紙に入らないぐらい、こいつの身長の3倍ぐらいの剣が俺持っててもいいと思うんだけど、なんかちょっと大きさが中途半端っていうか、でも、まあ、この大きさにもなんか意味があるのかもしれないし、これはもうこのままにしとこうか。それよりも線が綺麗になるだけで変わって見えるっていうところを見てほしいので、このデザインね、まあ、正直言って俺は個性がないと思うんだけど、なんかどこかで見たら寄せ集めっていうかね、こういうデザインって正解がないから書き手のセンスに任されるんだよ。だからあんまりこの衣装とかをいじると自分の絵になっちゃうんで、俺の没個性だなって正直思うんだけど、これはもうこのままにしとくね。こういじり出すとどこまでもこういうのって変えられるんで。これを描いたガンマくんは、自分の絵が漫画っぽくないと言われてしまうと、どこをどう直せばいいのか悩んでるって書いてあったんだけど、形がちゃんとしてないんですよ。丸は丸、四角は四角、三角は三角っていうのが描けてない。こういう鎧とかってめちゃくちゃ難しいのね。正確に形をガチッと描かなきゃいけないから。だけどなんとなくで描いちゃってるんだよ。今俺こっちから整えてるけども、肩のパッドの部分だってさ、こっちの形とこっちの形と違うのね。まあ、これを描いたガンマくんは25歳みたいなんだけど、まあ俺正直言ってこの絵見た時に中学生ぐらいの男の子が描いたのかなって思ったのね。もう学校も卒業して社会人になってると思うから、どういう線を出せばいいかとか、どういう道具が必要かとか、こう研究不足なんだよね。25にしては全体的に幼いと思う、技術的にね。この辺がどうなってんのか
わからない。こだわりがないよね。鉄なのか布なのか、洋服の書き方と似てるっていうが、でもここが布っていうのもおかしいから、多分硬い素材なのかなと思うけど、こういうところがなんかこの衣装にこだわりがあるようでないところなんだよね。雰囲気だけで描いちゃってるっていうのがこういうところに見えてくる。こっちとこっち、こっちが短くてこっちが長いじゃん。こういうデザインなのか、これを描いた人が適当に描いてるからこうなってるのか、こういうのって、まあ、おそらく左右対称でないとおかしいし、左右対称でないのであればはっきりとそれが分かるように描かなければいけないので、これはちょっと同じ長さにするね。こっちの指が4本しかないのね。1、2、3、4。たまに漫画で指の数を省略してるものもあるから、そういうことかなと思ったんだけど、こっちは1、2、3、4、5本あるんだよ。だからこっちの指も5本にしとくね。俺的にこの剣をドーンってこいつの体の 3,4 倍ぐらいにしたいんだけど、あんまり変えてもな、これぐらいにするっていうのも中途半端かな。ちょっとこれがすごいのかすごくないのかわかんないんでね。ちょっと大きくしてみたけど、なんかこれはこれで巨大な唐辛子を持ってるみたいな感じが。やめとこうか。もうこれの通りにするね。迷った時は元の絵の通りにするのがいいから。この辺が曖昧ではっきりしないんだよ。だここはちょっともう想像で描いちゃうね。俺の動画を見た人の中には、こんなのペイン入りしただけじゃんで、まあ、時々書かれるのよ。例えば、これとこれだったら、絵をほとんど変えてないので、確かにペン入れしただけって言われれば、そうかもしれない。だけど、これができないのね、多くの人が。ペン入れしただけ。そのだけができないの。で、だけって言うんだったら、こんな簡単なことで、って言うんだったら、じゃあそんな簡単だと思うことをしてください。その簡単なことができないんだよ。ペン入れしただけじゃん。っていう人は、まあほとんど絵を描かない人だと思うんだけど、そのペン入れっていうのがいかに大事か、そこを感じてほしいんだよ。もともとの絵がそんなに大きく変わってなくても、ペンの線が綺麗になるだけで、こんなにプロっぽくなるんだよって、あなたの絵はここまでグレードアップするんだよっていう、そこを理解してほしくて、俺はほとんど絵を変えないでペン入れしてるのね。そこの違いが分かんない人は、評論家になったつもりの人、そっから上に上がることはないだろうね。たくさんの絵がこうやって送られてくるんだけど、俺は毎回この元の絵を描いた作者よりも俺の方が圧倒的に丁寧に時間をかけて描いてるって自信があるのね。作者よりも他人の方が自分の絵に時間をかけて描かれてるっていうところにショックを受けてほしい。
だってこれは自分のキャラクターなわけでしょ。自分が描いてる絵は自分が生み出した娘や息子たちなわけでしょ。その子供が人が描いた方が丁寧で上手いっていうことにガガーンと来てほしいんだよね。ショックを受けるっていうのはその傷ついてほしいってことじゃなくって、そこで自分が何をするべきなのか気づきにしてほしいんだよ。プロはこんなに時間をかけて描いてるんだなとか、こういうところをこんな丁寧に描いてるんだなとか、これを他の漫画家もみんなやってるんだなとか、自分も同じぐらいのことができないとプロの仲間入りができないんだなとか、絵が遊びじゃない人は俺の動画を見てそういうことを感じてくれてると思う。何か気づいてくれてると思う。そのショックを受けてほしくて俺はこういうことやってんのね。これまだ途中だからスクリーントーンも貼ってないし、この人みたいにあんまりこういう影も入れてないんだけども、これだけでもだいぶ立体感を感じるっていうか、あんまり絵が退屈しないでしょ。多くの人はこんな風に何も塗ってなかったら平面的な塗り絵みたいに見えちゃうんだけども、なんでこれが塗り絵みたいに見えないかっていうと、ペンの線太くなったり細くなったり強弱を生かして描いてるからなのね。線自体に厚みと立体感があるから真っ白の状態でも立体感を感じる。ペンの強弱っていうのはすごい大事で、例えばここちょっと太いとかここちょっと細いとかね、こういう動きがある線ね。エッセイ漫画とかジャンルによってはサインペンで描いたような絵の画風の人もいるよ。だけども漫画家っていう職業は白黒の世界で立体感や物質感とか色を感じてもらわなきゃいけないので、その時にこのペンの強弱っていうものがすごい大事になってくる。この人がつけてる線のシャカシャカでの陰影ね。これが、まあちょっとあんまりスマートじゃないっていうか、昭和の漫画みたいになっちゃってるんだよね。この人、まあ20代だから圧倒的に俺より若いんだけど、こっちの方が新しくて今風に見えない。こっちの方が古臭いでしょ。こういうところが比べられるって思ってほしいんだよね。自分よりも年配の絵描きに負けてちゃダメなんだよね。センスが。たまに子供相手にそんなマジになってとか厳しいとかって書く人もいるんだけども、漫画雑誌に掲載されたら若いも年寄りもないからね。読者はこの絵もこの絵も同じように見るんだよ。20代の人が描いた絵も50代の人が描いた絵も同じように見るわけよ。その時に若者が年配に負けてちゃダメなのよ。センスが10代20代の人の方が圧倒的に若いわけだから、センスや感覚も若さを求められるのよ。30代40代50代の漫画家の方がフレッシュだって言うんだったら、10代20代の若い漫画家撮る必要ないのね。だから自分は常にプロと同等に比較されるものっていう意識を持ってほしいんだよね。そこにはプロも新人もないっていうかさ、みんなもそうでしょ。お店行ってデパートに買い物に行って、その人が店に入って1年目か10年目かなんて考えずに同じぐらいのクオリティの接客を求めるじゃん。若いから接客いい加減でもいいやとかなんて思わないでしょ。お客さんはそこの店員さんが入って1年だろうが5年だろうが10年だろうがプロの接客を求めるわけじゃん。漫画も一緒って思ってほしいんだよね。じゃあ俺がこれ50代でこの人が20代で、じゃあこの人は若いからこっちの方が読者は甘く見てくれるか、優しく見てくれるか、理解してくれようとしてくれるかって、そんなことないんだよね。あ、20代だからしょうがないや、若いからまだ仕方ないよねなんて誰も言ってくれない。それは多分どんな仕事でも俺同じだと思う。漫画やイラストレーターでなくても、こういうのって、まあ、技術とか職人の世界に近いと思うから、そりゃ長く携わってる人は腕っていうものが高いかもしれないよ。例えば工芸職人さんとかさ、大工さんとかさ、その道10年20年とかっていう人の方がすごい技術とか持ってるかもしれないけども、いやいや先輩には勝てませんよ。我々若者には立つせないですわって思うかもしれないけど、そこで若者が勝てる部分が何かっていうと、センスなんだよ。センスとか感覚、そして元気、息の良さ、息の良さ、フレッシュ感、そこが漫画の面白いところなのね。漫画業界っていうのは漫画上手い人いっぱいいるわけですよ。30代40代50代、まあ、中には60代とかの漫画家さんもいらっしゃいます。その人たちは技術もあるし、描くのも早いし、面白いストーリーも考えられるし、日本なんて漫画がいっぱいいるわけだから、今いる漫画家たちを集めればいくらでも漫画雑誌作れるわけですよ。だけどなんで漫画雑誌は常に新人募集、持ち込みはこちら、投稿はこちらってやってると思う？そこにヒントがあるって思わなきゃいけない。もう漫画家なんかいらないんだよ。溢れてるんだよ漫画家なんて日本中に。それでも新人募集って常にどの雑誌にも書いてあるじゃん。なんでだと思う？年寄りの漫画家にはない若さとかフレッシュな感覚、元気の良さ、そういうのを求めてるからなんですよ。荒削りでも大雑把でも若い感覚っていうのが欲しいわけよ。そこは30代40代50代のベテラン漫画家よりも10代20代の新人が勝てるとこなのね。
だから、まあ、これが20代が新人で、じゃあこっちの50代がベテランだとしたらね、技術では勝てないですよ。だけど、こいつが俺に勝とうと思ったら、新しい感覚とかセンスとか、フレッシュ感、例えば、この男の子のキャラクターがめちゃくちゃもう画面から飛び出るぐらい元気な感じに描かれてるとかね、ポージングとか、顔とか、あとこの衣装、鎧の衣装は今まで見たことないような斬新なデザインしてるとか、相棒キャラも含めてさ、何この感覚新しいみたいなのがあったら、もうこいつは勝てるわけですよ。でも、この衣装も、このキャラクターもどっかで見たことあるような感じだし、男の子もさして個性的でもなければ画面から飛び出るような元気の良さもない。だったら勝てない。そりゃ30代40代50代の漫画家の方が勝ちますよ。キャリアがあるんだもん。その人たちはキャリアと経験があるんだもん。だから自分はどこで戦ってどういう作戦で臨めば勝てるのかっていうのは漫画にも必要なんだよね。漫画は格闘技だぜ。漫画はスポーツと同じだぜ。戦略を持って勝たなきゃいけない。スポーツだったらあのチームはどこそこが強いから守りで行こうとか攻めで行こうとか戦略を練るじゃん。漫画も一緒だぜ。自分の強いとこと弱いとこを知って強いところで勝負する。相手の強いとこと弱いとこ知って強いとこで勝負しようと思ったって勝てないんだから。戦争とかと一緒だよ。戦略、いろんなスマホゲームとかでさ、戦略立ててさ、城壁作ってさ、どう攻めてとかってやるゲームいっぱいあるけどさ、漫画も一緒だぜ。あまりにも戦略がないっていうか、なのにそこで勝負しようとしたって漫画業界なんてバケモンだらけなんだから、うまいやつだらけだよ。まあ、もちろんそりゃ若い人の中にも自分ほど技術がある人はいないっていう自信がある人もいると思うから、そういう人は技術で勝負するのも俺悪くないと思うよ。だけど技術が高い人を求めて編集部が新人募集してるかっていうとそうではなくて、若い新しい感覚、センス、息の良さ、見たことない世界を持ってる人、新しい個性を持ってる人、そういう人を求めて新人募集ってなってることが多いかな。だって上手い漫画家なんて腐るほどいるからね。漫画業界に、日本は漫画家だらけなんだから、漫画大国だから、そこで勝とうとしてもまあ難しいよね。俺は早くに捨ててたけどな、技術なんかで勝負するのって。で、技術なんてなくてもプロになれると思ってたから俺、まあ、実際なったし。だから時々お前絵下手だなってコメント来るんだけど俺全然そこでは傷つかない。いや分かってますよっていう。だけど俺プロになったのね。それなんでかっていうと、それ以外のところを磨いたからなんだよ。だから、あ、絵下手でもプロになれるんだって希望にしてほしいんだよ。これぐらいの技術しかなくてもプロになれるんだって、そこを俺希望に持ってほしい。全然俺悪口言われてると思わないから、そこは。ただ中には、え、これで下手なのっていう人もいると思うんだよ。ハジさん上手いじゃんって、全然下手じゃないよって思う人は、じゃあその人たちは、あ、漫画業界って他の人の技術はもっと高いんだなって気づいてほしいんだよ。まあ描けない人から見れば描けるよ。でも漫画業界なんて絵描ける人しかいないからさ、全然俺なんて普通だから。だからこの普通の俺に負けてちゃダメなんで、プロになろうっていう人はね。漫画家って絵の上手さでなるんじゃなくて漫画力の高さでなるものだと、まあ俺は思ってんのね。だって漫画家なんだから、漫画が上手くないと、いくら絵が上手くったって漫画が描けなければ漫画家にはなれないから。だから俺は漫画力はあると思うよ。そこはつけたと思う。だけど俺絵の勉強全然してない。絵はただ好きだから描いてただけ、好きで楽しかったから描いてただけ。もういつも言うけど俺漫画家は絵が下手でもなれると思ってるんで、あんまりちょっとこれ強調すると漫画家さんが怒るかもしれないけどね。そんなことねえわって絵はめっちゃ勉強した漫画家さんもいらっしゃると思うんで、あんまり絵が下手でもなれるって言ったらそんなことねえわって思われるかもしれないけど、まあ、俺は下手でもなれると思ってます、絵は。ただ楽しくて描いていたことが自動的に絵の勉強になってたりとか努力になってたりっていうのはあると思うよ。だから努力したつもりじゃないことが努力になってたっていうか、勉強してないっていうか勉強と思ってないと言った方が正しいか。日本語としては勉強はしたんだろうけど、したという意識を持ってないというか。ああ、いいね。黒が入ると画面が引き締まるな。これだけでこの斜線をどんだけ入れるかだよな。どうしようかな。あんまり入れると古臭い感じになりそうな気がするっていうか、ちょっといっぺん消しゴムかけるわ。これでそれで確かめる。消しゴムかけたんだけど、そうだな、これでもそんなにまあ悪くないよね。ここまでシャカシャカ入れなくても、ちょっとだけ入れようか。この人のこのシャカシャカの画風ってものも
あるから、まあ、気持ち入れていこうかな。あのスクリーントーンめんどくさいっていう人はアナログ作業でもパソコン作業でも同じ共通の話ね。トーンを貼るのが苦手とかどういう風にしていいか分かんないっていう人はこうやって手でシャカシャカ影入れがちなんだよ。こんな風に俺構わないと思うのね。スクリーントーン絶対貼らなきゃいけないってルールないから、トーンが苦手とかどんな風に扱っていいかよく分かんないっていう人は手書きでこうやってシャカシャカ影入れても俺いいと思う。ただ古く見えるってこと、漫画が作風が昭和チックで暗く見えるってことね。そこをどうするかっていう課題が残る。でもそれがクリアできる人はいいと思う。古臭く見えない人とか、それを個性に見せることができる人は、スクリーントーンじゃなくて手でしか出せない立体感とか出せる人はトーンを貼らなくていいと思うよ。この鎧の部分にこの薄いグラデーション、これを貼って金属っぽい感じにしていこうと思います。買ったのね、歯が悪くなってきたんでちょっと割ろうかなと思います。こういうのね買ってきました、東急ハンズで。このカッターの歯を割る道具です。これはここにこう差し込んでパキンと、そしたらこの歯がこの中に入って安全っていうね。あとはこれがいっぱいになったらこれごと捨てると。便利な画材です。画材と言っていいのかなこれなんて言っていいかわかんないけど、カッターの刃のケツを使ってあの割れるんだけども、こういうのがあったら安全だよね。光の感じがこうなってるから同じように貼ったんだけど、なんか違和感感じるけどな。これが間違ってるとかじゃなくて、もうこれは感覚的なもんだから実際こう光らなくても俺はいいと思うんだけどね。もう好みだねこれはね、好みで決めちゃっていいと思う。今まだ途中だけど、薄いグラデーショントーンを貼ったらちょっと金属っぽくなってきたよね。ピカーンって光ってる感じが出てきた。この剣の部分は濃いグラデーションを使っていきます。この武器がチャチーとこいつ自身もチャチく見えちゃうんで、武器は重厚感があるように見えるようにしていきたいと思います。マットの部分に64番貼ってちょっと全体のバランスを見てみようか。はーい、あーこれ、あーこのカメラを気にしながら貼ってるんでどうしても狙いが定めにくくなるんだよね。本当はもっと原稿に対してまっすぐ見て作業したいんだけど、上にあるカメラを避けながらいつも作業してるから斜めから俺見てんのよ。だからこのトーンのカットするときとか、まあ、ペン入れするときもそうなんだけど、狙いが定めにくいっていう。あとね、椅子に座ってなくて地べたに座ってあぐらかいてる状態でこれ作業してんのね。だから足が痛いっていう。これが面倒だな。今こっちだけ貼ったけど、マント貼らない方がいいかな。こっち白だもんね。どうしよう。ここまで貼ったけど、やめとこうか。剥がそう。ない方がいいね、白い方が。真っ白なのもでも気になるから、
後ろにこれ貼るか。で、グラデーショントーンね、貼るときに、この点々の網目が原稿に対して45度に貼るのがいいっていう風に別の動画で話してんだけど、このグラデーショントーンに限っては、グラデーションの方を優先させてるんで、その45度のルールを守ってない時があります。それをもうわざとやってます。で、こういう広い面は45度守って貼ってるけどね、この広い面はね。でもこのちっちゃいやつはそうとは限らないです。まあちょっとこれも試しに貼ってみるね。こっちの方がいいかな。もうこんなもんにしとこうかな。キリがないね。完成しました。今回はこの絵ほとんど変えていません。だけども皆さんにはこっちの方が圧倒的に綺麗に見えると思います。何が違うかというと、ペンの線が違います。こちらの方が線が丁寧で強弱があるので立体的に絵を見せることができています。それと影、こちらはペンでシャカシャカ描いてるんだけども、こうすると雑に見えてしまうので影の部分をスクリーントーンで処理しました。特に鎧、金属の部分はスクリーントーンで処理することで手で影を入れるよりもより金属っぽく見えるようになったと思います。それと顔の周りね、見る人はキャラクターの顔を見たいので、顔の周りがこんな風に暗いと顔が見えにくくなるので顔の周りはあまり黒くしませんでした。それと持ってる武器ね、これは特に丁寧に仕上げました。なぜなら持ってる武器がチャチかったりダサかったりとかすると、このキャラクターまで価値が下がってしまうというか、チャチく見えてしまうからです。まあ、男にとって武器っていうのはもうポコチンとしてだからね。武器イコールポコチン、ポコチンイコール武器だから、自分が持ってる武器が立派であればあるほど男も上がるので、バトルファンタジーとか SF とか書く人は持ってる武器ね、特に丁寧に仕上げてください。キャラクターがぐっとかっこよく見えるようになります。絵を描くヒントにしてみてください。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。